ゾーリンゲンは、ドイツ連邦共和国西部、ノルトラインベストファーレーン州に属する都市の一つである。人口は、約16万人である。理髪用品のカミソリブッパー川沿いに位置する。中世より、フランスのティエールと並び刃物の町として知られており、ハサミやカミソリなどの理髪用品、さらに高い完成度が要求される、手術用ナイフなども製造している。 1> 約1 5トル南に、レーバー空前2 0トル北西に、デュッセルドルフ1 5トル北東に、ブッパータールが位置している。中世には、ベルク公国に属した。ベルク公国の居城は当初は、アルテンベルクのベルゲ城に置かれていたが、1133年に、ベルク博アドルフ2世は、ゾーリンゲン南東のブッパー川沿いの小高い丘に、ベルク城の建設を開始し、 ここに巨城を移した。その後、ゾウリンゲンは、ベルク城のお膝元にある町として発展し、1374年に都市権を得た。1380年に、ビルヘルム2世により、巨城がデュッセルドルフに移された後も、ベルク城は、式典や、防衛のために使用されたが、30年戦争で町と、共に、大きな被害を受け、19世紀に入ると、 城の復興が試みられることとなった。フランス革命戦争では、ゾウ林源の町も大きな被害を受けたが、1815年、ウィーン議定書の決定に基づいて、プロイン領に復帰した。第二次世界大戦では甚大な打撃を被ったが、戦後復興を果たした。都心を走る連接ノンステップトロリーバス市内の公共交通を担うのはトロリーバスである。 ドイツには他にエスリンゲン・アムネッカーとエーバースバルデにもトロリーバスが走っているがゾーリンゲンが最も広い路線を有している。ゾーリンゲンとレムシャイトを結ぶ鉄道路線において地上から約107メートルに位置するミュングステナー橋がある。ドイツ内の鉄橋では最も高い。ありがとうございます。